日本岡山県真庭市勝山勝山は岡山県真庭市にある大技である。同氏の主役所が同市新設時からしばらく所在し、また旧勝山町役場の所在地でもあった。かつての真島郡勝山村に相当する。旧称は高田村。近世においては勝山藩の藩町、勝山城の城下町として、また交通の要衝として栄え。 現在も中心部には、当時の雰囲気を残す町並みが残り、岡山県指定町並み保存地区となっている。郵便番号は717-0013。人口は1754人。世帯数は688世帯。旧勝山城の中心的な町並みを形成したところで、旭川の左岸に白山があり、そのふもとに城下町の町並みを残し、商店街を作り、 役所、警察署、郵便局、高等学校などが集まっている。北から南流してきた旭川が、上山の北から大きく西に迂回し流れを変え、上山南西部で西から投流する新庄川と合流し、そのまま投流していく地形をしており、その迂回した旭川の内側に当地がある。私船の地、及び河川の水運を利用した高瀬船の基地として、 古くから交通の要衝となっていた。高田神社、即尾神社、琴平神社、八幡宮、新州大雲寺、総東州火星寺、日蓮宗明園寺、関東州正雲寺、臨済宗明徳寺など神社仏寺が多く、また勝山城跡、火星寺の折衝石、宗着室生探知などの史跡、伝説地があり、河夫夜坂の家父、吉一里さんは元行元年、直命により、 道を採掘した遺跡と伝えられる。また、勝山藩からは、幕末シーボルトに学んだ、石井総研とその小石井剣道の名義不死を出し、政治家、鳩山和夫も、同藩の出身である。古代においては、三正国間島郡高田里の一部とされ、平安時代までに昇園化して、高田省と呼ばれた。南北朝の頃に、赤松市に属する三浦家野森貞宗が、 当地の山上に、高田城を築き、三正坂西部に勢力を張った。天正四年、三浦貞広の時代に、三浦氏が滅亡し、毛利氏の勢力圏に移る。同十年、浮田秀家の所領になる。江戸時代になり、慶長五年、浮田氏に代わり、岡山藩主、小早川秀明の領地に変わったが、二年で、女風となった。ついで慶長八年に、森田政が、 三が一国を領して津山藩を起こしたので、当地は森氏の支配に入った。元六十年、森氏が絶景すると一時、徳川幕府領となり、後に、明和元年六月、三浦島守る秋継が二万三千国を領して、高田に封ぜられた。秋継は城を集築して、勝山城と改称、勝山藩を立藩し、城下町を整え、三鷹西部の要少として、 発展を図った。そのまま、勝山藩領として、明治維新に及んだ。三浦氏は、この地が旭川とその支流新城川の合流点に、あり、本流に沿って北上する宝器街道と、新城川に沿って採用する出雲街道とを、掌握した勝山城下に、駅伝所を設けて、交通の便を図り、また、旭川を改修して、 高瀬船の焦げ業を便利にするなど、地方の産業文化の開発に貢献した施策を残している。明治2年、勝山藩が軍名を取り、真島藩と解消。明治4年、廃藩地権により、真島県となるが、その後は、法条件を経て、明治9年に岡山県に編入となる。明治22年6月1日、町村制の施行により、高田村は、 村政を施行し、城及び、旧藩の名を取って、勝山村とした。同29年2月26日、調整を実施して、勝山町に改称。現在、大和勝山と呼ぶのはこの時点の地域である。明治45年5月1日、真島郡勝山、川西、市宮、月田の一町三村を合併して、勝山町を新設。昭和十四年四月一日、 元の月田村の区域を分離して同群月田村が設けられた。ついで昭和30年4月1日、勝山町と同群月田村、富原村が合併して新たに勝山町を新設した。かつては米、麦、三つ股、本炭紙、酒、木工品、石灰、織物、醤油、高田すずりを主要産物としたが、現在は衰退するも、酒や 醤油の醸造場、木工製作所などが存在し、規模は縮小するも今も生産されているものもある。平成17年3月31日、真庭郡勝山町、久瀬町、落合町、湯原町、三鴨村、川上村、八日村、中華村及び、備中国側となる、常防郡北房町の5町4、村が対等合併し、真庭市を新設。 旧正の高田は古代高田座とに由来するが、合名の由来は正確にはわからない。標高の高い場所を意味するとも言われる。その後、江戸時代に三浦氏が大名として、当地を治めることになった時、巨城となる高田城を勝山城と改称、藩を勝山藩と命名。これは演技を担いで工事を使用し命名されたものと言われる。その後、明治初期に、 勝山藩は、真島藩に改称し、廃藩地権となるが、明治22年の町村制施工事に、高田村が、旧藩名称、城名に由来し、勝山村に改称した。その後の合併で、この勝山村が、大技の勝山となり、自治体は変わりながらも現在に至っている。かつて、高田城があった城山がある。城山公園として整備されている。勝山には、 北から流れてくる旭川が、支流の新庄川と合流する地点がある。真庭市立勝山図書館中国勝山駅、JR 姫新線の中国勝山駅がある。市役所もよりである、癖駅よりも利用者数が多く、中国勝山駅が姫新線の運行拠点であることもあって、真庭市の代表駅として機能している。勝山は、出雲街道と三正坂街道が交わる。 交通の要衝である。現在の国道181号、国道313号交差点は、旭川の対岸である三田寺内にあり、旭川の右岸を国道313号が北上していき、市内湯原、倉敷市方面へ連絡する。東西に抜ける国道181号は、西が、日野町、米子市方面、東が、岡山市、福山市、 津山市方面へ向かっている。東方面は国道181号、国道313号の徴用区間となっている。その他、国道181号と中国勝山駅を結ぶ短距離県道として岡山県道202号中国勝山停車場線が指定されている。中国勝山駅を運行拠点として、にわ市、コミュニティバスの各路線が乗り入れる。 また、市外との連絡を担う、長距離路線としては高速バス岡山勝山線が中国勝山駅に発着し、岡山市方面とを結ぶ系統が運行されている。この系統は、落合インター停留所で、大阪市、東京方面への高速バス路線への乗り換えも可能である。岡山県内で初めて町並み保存地区に指定され、約500メートルにわたって、 古い街並みが残されている。昭家のほか武家屋敷館や、勝山郷土資料館があり、城下町だった江戸時代の雰囲気を味わうことができる。3月には、勝山のおひな祭りが、昭家だけでなく、一般家庭も含む、約160件で、ひな人形が公開され、秋には、だんじり祭りが開催される。保存地区に並ぶ家々には、思い思いののれんがかけられ、 のれんの町としても知られる。きっかけは、1990年代に、地元の染色家が、実家の酒屋ののれんを手作りしたところ、町内16県が希望したため、町並み保存整備事業の助成金を得て始めた。その後、のれんプロジェクトのための事業体を立ち上げ、保存地区の多くの家にのれんがかけられるようになった。ありがとうございます。